国立新美術館へは東京メトロ千代田線乃木坂駅から直行で行けるので、そちらがおすすめです。いや、いい感じの夕日が撮影できましたね。いや、めっちゃ天気良かったです。国立新美術館って初めて行ったんですけど、なんかすごい建物ですね。なんかガラス張りだし、ノロヌルヌルしてるし、なんかすげー金かかってんなって感じました。すごくない？なんかいちいちおしゃれというか、いい意味でいちいちおしゃれでしたね。なんか庵野秀明店とコラボしてたレストランがありましたね。じゃけどあのゴジラのやつはあんまり美味しそうには見えなかったなって感じです。それでは庵野秀明店に行きましょう。まあ、初めにご挨拶とかね、庵野秀明の略歴とかがあって、なんかね、最初の入り口からすげえなって思いました。なんかババババババってね、いろんなものがあったの。これね、まだまだ最初入って2、3歩ぐらいかにこういうのがあって、庵野萌子の絵とか自画像とかで、なんかミシンもありましたね。これがなんかルーツみたいな感じなんですよね。うまく言えないけど。で、まあ私が今作ってる戦艦大和の模型もあったので、すごい参考になりました。あとね、中入るとね、こういう展示物がすごいたくさんあって、なんかどこ見ても全然ね飽きなかったですね。全体で2時間ぐらいいたんですけど、もう最初の1時間ぐらいここにいたんじゃないかなっていうぐらい広くて、とてもすごい見やすかったですね。で、まあ、ぶっちゃけ私この昔のアニメの世代じゃないので、全然知らないアニメとか初めて見たやつとかもあったんですけど、知らないなりにもすごい楽しめたかな。わあ、こんなのあったんだみたいな、なんか特撮撮るのにすごいこんな準備して撮ってたんだなみたいなのを感じることができました。ウルトラマンのコーナーもね、すごい充実してましたね。いやすごい、いや本当貴重ですよ。なんか全国からかき集めてきたのかな、いろいろなとこから持ってきて準備してって、それで一人2000何円はね、すごい、いや安い、お得だなって思いました。なんか特撮ってあんまり見たことなかったんですけど、こういうなんか実物、実際に使ってたやつとかを見ると、わーすげえなって思いましたね。いやいやーすごい。なんか本当ヤマトの原画とか、うわすごーって思って、うわこんな絵上手なんだって思いました。こんな描けたらすごいよなって。でね、ガンダムのコーナーもあったんで、ちょっと多めに写真撮りました。いやすごい貴重なやつばっかりですよね。こういうポスターも初めて見るのばっかりだったし、いや特に興奮したのはこの原画ですね。うわーすげー上手と思って、なんでこんなうまく描けるんだろうって思って、なんか私こういう絵見て疑問に思ったのは、なんかこれ描くときってどっから描き始めたのかなって思って、なんか頭の中でイメージしてたものをどうやって描き始めるんだろうって思って、すごい楽しかったです。では、まあ、なんか入るところも変わって、その庵野秀明が描いてきた作品だったりとかの展示になったんですけど、いやこの人ほんとすごいわ。なんでこんな中学の時からどうしてこんなに絵が上手なのみたいな、もう感動したな。笑顔が可愛いですよね。こういうなんか中学とか高校の絵とか賞状とか、なんか
よく今まで残ってたなって思います。私なんかね、まあ、絵の才能も全然ないし下手だから多分どっか捨てられたと思うんですけど、いや残しておくのもすごいなって思った。でなんかね、こういう絵の原画とかいっぱいあって、いやすごいね、全然飽きなかったです。中は写真撮ったのほんの一部だし、まだ全然写真撮れるところあったんですけど、いやぜひなんか見てほしいなって思って、ちゃんとね、まあ、東京出発でこれから全国展示会開催されてるので、皆さんもぜひぜひ行ってほしいなって思います。エヴァンゲリオンのコーナー特に人気でしたね。原画のとこなんかすごい行列になってて、いやーこりゃーちょっと並べねえなと思って諦めちゃいました。まあね、シンゴジラもねありました。なんか可愛い 3D スキャンってこんなに精密なんですね。でまあゴジラのいろんな雛形があって、いやなんか可愛いなって思いながら見てました。すごいよな、よくあんないろんなゴジラがある中でまた新たなゴジラを作れるなって思いました。なんか感想がいちいち小学生みたいだけど、本当なんか語彙力がなくてすいませんって感じです。でまあね、結構興奮したのはこのエヴァンゲリオン劇場版の第三村のミニチュアセットですね。これなんか NHK のドキュメンタリーで見て、うわーすげーってなったので、実物見れて本当に興奮しました。マジこんなでかかったんだって思って、でこのミニチュアの上に庵野秀明とかが実際に登って写真撮ってたりしてたのを考えたら、うわーってなりましたね。私ミニチュア見るの大好きなんで、ここは結構いちゃいましたね。なんか細部とかめっちゃ細かくて、はーってなりました。すごいよね、なんか作るのもすごい、これを想像してるのもすごいけどね。でなんかブンダーの模型、これプラも出ないかなって思いましたね。いやエヴァは本当面白いですよね。でまあ来年公開される仮面ライダーとか新ウルトラマンのコーナーもありましたね。いや楽しみですね、ちゃんと映画館で見なきゃって思いました。でまあね、外出る頃には真っ暗だったんで、ちょっと夜景も撮ろうかなということで六本木周辺をブラブラしてみました。いやなんか都会行くの久々なんでね、すごいやっぱ新鮮ですね。なんかこれでもかってぐらいイルミネーションがギラギラしてて、なんか超明るい感じでしたね。なんかこの通りもなんかすごい有名なのかな、人がいっぱいいて、まあ、最初の10歩ぐらいで入るのやめたんですけどまあ綺麗でしたねって感じです。カップル多かったね、やっぱりクリスマス前だったのでね、人も多かったし。でまあこれ六本木のね交差点ですね。でこっち六本木ヒルズかにもちょっと見るだけ行きました。それでは庵野秀明店で買った購入品を紹介したいと思います。ああいう期間限定で今しか買えないっていうものにすごい弱くて、本当欲しいものがいっぱいあったんですけど、なんせ私は常に金欠状態なので、本当に絞りに絞って本当に欲しいものだけを買いました。まずはほぼ一目惚れしたのはこれですね。可
可愛くない？庵野秀明店のテープ、なんかステッカーとかいっぱいあったんですけど、あれ1枚で400円ぐらいするじゃないですか。でもこれ見て、こんないっぱいある。なんかコスパ良くねって思って、これならさ、いろんなところに貼れるじゃないですか。でもう行ったぜみたいな常になんか庵野秀明のことを意識できるなと思ってこれ買いました。値段いくらだっけ、ここら辺に載せときます。次はタラーン、これは庵野秀明店のロングメモですね。メモ帳とか弱くて、まあどうせ使うしね、メモ帳とか。しかもこれなんか縦にラインが入ってるんですけど、なんかそれっぽく何かっこよくメモれるかなみたいな、なんかこれだけで意識高くなれるかなと思って買いました。なんかあんま人気ないのばっかり買ってるような気がするあ、でもこれはいいよ。タラーン、ポストカードだね。使徒。ポストカードいっぱいあったんですけど、私これ一番好きだなって思って。使徒。え、めっちゃ可愛い。え、この使徒好き。ほんとね、ポストカードいっぱいあったの。だけど、まあ、せいぜい飾れて1枚かなと思って、裏面はこんな感じね。他にもアクリルキーホルダーとか、T シャツとかね、タオルもすごい欲しかったの。でも、ああいうのって高いじゃないですか。T シャツでだって3、4000円ぐらいするでしょ？で、タオルも、まあ、1000、2000円ぐらいか。って考えたら、あー、高いなって思って、まあ、こういうね、こまごましたものを買ってしまうわけです。で、最後か、これはね本当に奮発しました。いきますよ。タラーン、庵野秀明店の何展示されてるやつの なんていうの画集だっけ。こういうの、私こういうの初めて買ったんですけど、もちろんね中の展示すっごい良かったの。でも人がすっごいいて、エヴァエリアは特にすごくて、もうなんか原画見るのに列作ったりしてて、あーもうなんか自分のペースで見たいのに、なんか並んでたらせかせかしちゃうじゃないですか。だからあんま見れなかったなって思ってたら、これがあって、あ、これがあったらなんかゆっくり見れるなって思って思わず買ってしまいました。4000いくらだったかな。高いけど本当値段以上の価値があるなって思いやす、あ、ゆっくり見れるしね。これは大切にしたいと思います。以上かな。これとシートとメモとこれを買いました。いやーね、ほんとね、なんかすごい、ほんと天才はすげーなって思った。私もあんな絵上手に描けたらなって思いました。私絵のセンスないからね、皆さんは多分うすうす感じてるとは思いますが、ほんとね、絵上手な人すごいなって思う。あとやっぱり人が多かったですね。私12月の18日土曜日に行ったんですけど、まあ休日っていうのもあるし、19日がほんと庵野秀明店の最終日だったので、多分駆け込みで余計に多かったんじゃないかなって思います。この動画が良かったらグッドボタン、コメントどんどんお待ちしています。チャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。いや、こんなボロボロの状態でごめんなさい。それではまた次の動画も楽しみにしてほしいです。では。